足を切り出す順番ゆつぶってくれたから僕のことばかり聞いて結局君は後回しいつも通りに僕を聞く手を振ってくれた後歩いて帰る君のいつもより小さい寂しがり屋はいつも僕に笑ってくれた自分より寂しい人がこれ以上増えないよ気がつけなかったけど一番伝えたい言葉はごめんじゃなくてありがとう歩く癖のわけはいっぱい詰め込んだ気持ちをこぼさないように何だかわからないけどすごく胸が痛いよ同じように感じてるなら慣れるまで我慢なんてもうさせないまた僕から先に話し出したどうしても口を手で塞いで君の言葉を逃がしてよ言葉にならなくてもいいから完成だけです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もお願いします。次の動画もお楽しみに。我々は、7月3日まで、クラウドファンディングを行っております。ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。